三重県立熊野古道センターは、三重県大瀬市向かいにある熊野古道に関する情報を発信するビジターセンター。熊野古道の三重県内区間である伊勢路とその周辺の自然、歴史、文化を対象とし、これらの保全、活用の拠点として、また、世界遺産、紀伊山地の霊場と山景道の東の入り口としての役割を担う。熊野古道の中でも、 南所とされる八鬼山の東約1キロメートルのところにあり、眼下に大和瀬湾と大和瀬市街地を望む。駐車場から続く石畳を模した階段を上った先に熊野古道センターがある。主要な施設は展示棟と交流棟であり、どちらも大和瀬日の木を多用した木造建築物である。管理運営は熊野古道の保存などの活動を続けてきた人々で、 結成された特定非営利活動法人熊野古道自然歴史文化ネットワークが指定管理者として行っている熊野古道センターの職員は7人である敷地の南東には尾鷲市が設置し指定管理者の株式会社熊野古道尾鷲が運営する夢古道尾鷲がある展示棟での熊野古道に関する常設展企画展のほか 交流棟ではほぼ毎週イベントを開催している。このため、地域住民の憩いの場となっている。熊野古道伊勢路は、伊勢神宮と熊野三山,山を結ぶ道として庶民に利用されてきたが、鉄道や自動車通行可能な道路の整備に伴って、忘れ去られた道となった。こうした情勢で、1970年代頃より一部の地域住民が、山中にうずもれた古道の掘り起こしや、 鼓道ウォーキングなどの活動を開始した。その活動者の中に、後に NPO 理事長として、熊野鼓道センター長を務めることになる、花尻カオがいた。一方、大和瀬市のある東紀州は、典型的な過疎地域であり、三重県北部と比較すると、経済格差が大きく生活基盤施設の整備が遅れ、南北問題と称されている。三重県は1997年に、 東紀州の活性化に向けた構想を発表し、紀北に PFI を利用した海洋深層水の利用施設を、紀南にゴルフ場を建設する計画が立案された。紀南の構想は進んだものの、紀北の海洋深層水事業は、需要見込みが不透明で採算性に難があったために、頓挫し、それに代わるものとして提案されたのが、熊野古道センターであった。この航路より、 住民活動であった熊野古道の保存に行政が関与するようになり、1999年に開催された東紀州体験フェスタを契機として、熊野古道への一般市民の関心が高まっていった。東紀州体験フェスタは、約6万人を熊野古道に集客しただけでなく、後に世界遺産となる部分の古道の修復が進むこととなった。2001年3月14日の、 三重県議会生活振興上任委員会の場で初めて熊野古道センター構想が発表され当初は博物館機能を持った熊野古道を訪れる人のための休息宿泊施設とする計画であった建設には PFI 導入を視野に入れていることやレストラン温浴施設を併設することも合わせて公表された熊野古道の馬越峠越えの石畳道 熊野古道センターの開館を前にして2004年7月7日に熊野古道伊勢路が木遺産地の霊場と山経道として世界遺産に登録されたその少し前の2004年2月に熊野古道センターの設計が始まり2005年3月に完了続いて2005年8月に着工した2006年10月に4団体の中から指定管理者として 特定非営利活動法人熊野古道自然、歴史、文化ネットワークが選定された。2007年2月10日、三重県立熊野古道センターが開館した。開館イベントでは200人でテープカットが行われた。開館から1ヶ月弱で入館者数1万人を突破した。また、同年4月28日には、夢古道尾和瀬が開業した。地元産の尾和瀬ひのきや、 熊野杉をふんだんに使った熊野古道センターは建築物としても注目を集めており建築関係者の訪問も多い第49回 PCS 賞日本建築学会作品選賞公共建築賞を受賞している三重県立熊野古道センターの整備は三重県地域振興部が担当し海の博物館の館長石原義武が道部の特別顧問を務めていたことから 民間の手法が数多く取り入れられている。そのため建築設計から展示設計まで公募プロポーザル方式を採用し、特注家具の発注にまで入札を導入するなど30件、始まって以来の開かれた施設整備となった。プロポーザルの参加条件を緩くして若手が参加できるようにし、応募作品はすべてインターネットで公開、審査は公開で行われた。周辺の棚田と 海岸日本最大級の木造建築物であり、木造軸組工法をヒントにした角材とステンレスセーリングの組み合わせによる新たな木構造を採用している。これは木と金属のハイブリッドをしたかったというものではなく、木材を使った木造らしい木造を作りたかったための工法であった。同じ断面の木材を組み合わせた熊野古道センターの工法は、 東断面集積木材工法と命名された。トラスも修正材も使わずに、柱間10.5メートル、健康6.7メートルを実現したのは、歴史的木造大空間をしのぐ空間と評されている。また、展示棟と交流棟の対照的配置と直線的な造形により、建物の象徴性と力強さを表現している。直線的になっているのは、 周囲が棚田で棚田から海へと広がる水平性に強調するためで山々や木々の垂直性との対比を創出している。2006年12月18日竣工。総事業費は約21億円であり、電源立地交付金が使用された。総工費は11億5343万6700円である。建築面積は3366.82。 平方メートル、延べ床面積は2439.69平方メートルである。建築設計は建築研究所、アーキビジョン、構造設計は梅沢建築構造研究所、展示棟、交流棟の施行は奥村、東建特定建設工事共同企業体、研究収蔵棟の施行は、セルフ社建設が担当した。建築に利用した、尾瀬ひのきは、 環境負荷を軽減するために、特定の森でなく、広域から少しずつ切り出した。使用された6,549本のオア汗ヒノキには1本1本に産地証明書が付いている。当初は1 5 0ト、mm、ル角の木材を4本束ねる構想であったが、1 5 0ト、mm、ル角のオア汗ヒノキは樹齢100年以上となり、入手が難しいことが判明したため、 135mm 角という地元で広く流通している木材規格に変更された。135mm 角材を活用したことによる日本国産の小中継木材の利用拡大の可能性を示したこと、熊野古道の景観を構成する木を使って熊野古道センターを建設したということが意義深い。柱から張り、壁に至るまで大汗ひのきを用いている。 木材の組み上げには、一棟は7日、もう一棟は10日しかかからず、建築設計者を驚かせたという。熊野杉は、天井板に用いられ、2280メートル2分が使われた。建物は2014年時点で、経年劣化が顕在化してきており、修繕の必要がある。なお、設計段階から、部材の交換が容易となるよう工法の単純化が図られている。 関連施設展示棟、交流棟、研究収蔵棟、敷地面積38,863平方メートルの中に、展示棟、交流棟、研究収蔵棟の3棟が立ち、展示棟、交流棟の前には古城になった前提の芝生広場がある。展示棟は常設展示室と企画展示室、映像ホール、ロビーで構成される木造平屋建ての建築物である。 床面積は852.93平方メートル。主に、初めて東、奇州熊野古道を訪れた人に向けた情報を発信する、博物館としての機能を担う。常設展示の設計管理は、株式会社 SP フォーラム、常設展示の工事は株式会社村山が担当した。建築設計者である建築研究所、アーキビジョン側は展示設計にも関与を申し入れたが、 中がどのように変わろうと建築は建築として変わらない存在であった方がいいという発想から三重県側より拒否されている。常設展示設計者は熊野のイメージを厳かな雰囲気と捉えていたものの地域住民は太陽がさんさんと降り注ぐ明るいイメージを持っていることが判明したため認識差を埋める必要があったという。展示棟常設展示室では 熊野古道そのものの紹介のみならず、周辺の動植物や人々の暮らしについても展示している。世界遺産、紀伊山地の霊場と山経道の前景を俯瞰する、タッチパネル式の地形模型や、道中日記や絵図などをもとに作られた熊野古道を巡礼する様を再現した6つのジオラマなどがある。地形模型は映像をプロジェクターで投影する機能があり、 通常は模型単独で成立するように作られているが、そばに解説者がついて観覧者に説明する際にも使えるように工夫されている。地域の祭礼、民話、伝承を紹介する映像を見られるコーナーもある。室内の写真は地元カメラマンやプロのカメラマンに撮影依頼し、映像資料に引けを取らない高品質のものに仕上げた。企画展示室では、 年6から7回の企画展を開催し、東紀州の自然、歴史、文化にまつわる展示を行う。また、約80人収容の映像ホールでは、ハイビジョン映像で、熊野古道の風景を投影している。映像ホールで投影できる映像は3本ある。交流棟交流棟は、地域住民と訪問者の交流を目的として、総合案内コーナー、 広々とした交流ロビー、体験学習室、イベント用のホールがある木造平屋建ての建築物である。床面積は展示棟と全く同じ852.93平方メートル。東西延長45.6メートルの交流ロビーには独特な形状をした椅子や机が配置されており、窓からは天狗倉山を望める。交流棟では、 飲食や談笑など自由に利用することができる。研究収蔵棟は、図書資料室と特別展示室、収蔵庫がある、鉄筋コンクリート構造を2階建ての建築物である。床面積は1階が699.30平方メートル、2階が24.17平方メートル。大学と連携した情報の収集、蓄積、発信基地として位置づけられており、 一般の人の活動拠点となることも意図している。他の棟が木造であるのに対し、研究収蔵棟は資料保存の検知から鉄筋コンクリート作りである。図書資料室は熊野古道に関する資料を収蔵し、誰でも閲覧できるようにしている。特別展示室では重要文化財級の資料を所蔵し、書画などの芸術作品や職人の木工品を 年6から7回開催する企画展示で公開する。博物館、情報発信基地としてよりもコミュニティ施設としての側面を重視したいという三重県の意向から、熊野古道センターではほぼ毎週何らかのイベントを開催しており、特に土曜日、日曜日は多くの来館者で賑わう。このため、熊野古道センターは地域住民がフラッと訪れる憩いの場となった。イベントは、 熊野古道センターが主催する主催事業、熊野古道センターと他の団体が共催する共催事業、他団体が熊野古道センターを会場として利用する事業の3種類ある。体験学習として、東紀州の野草を使った天ぷらを作る料理教室、伊勢型紙や木綿などを作る手作り教室、尾瀬ひのを使った檜アートなどを提供している。 開館以来長期にわたって開催している料理教室は高校生レストラン、孫の店を運営する三重県立大加高等学校食物調理課の教員や生徒が講師を務めることもあり、毎回抽選で受講者を絞るほどの人気教室となっている。毎週日曜日に開催する木工教室はその場でできると銘打ち、飛び入り参加を認めている。また、 熊野古道センターを飛び出して、実際に熊野古道を歩くイベントや、植物の観察会、昆虫採集から標本作りまで行う、教室、地質や化石について学習する教室も開催する。センター外で行うイベントは、座学とフィールドワークを組み合わせる場合が多い。NPO の人脈を駆使して、講師を予備講演会を開くこともある。講師には、三重県だけでなく、 奈良県や和歌山県の熊野古道関係者も招待している。映画館紹介やコンサートも開かれる。情報を発信していくためには情報を持つことが必要との考えから、熊野古道センターは研究機関としての側面を持っている。東紀州の多様な自然、歴史、文化を研究する学問を三重熊野学と名付け、熊野古道自然、歴史、 文化ネットワークのメンバーや地域住民が研究してきた成果の上にさらなる研究を積み重ねている。研究収蔵棟が研究拠点となっており、三重大学や筑波大学と連携している。三重大学人文学部と共同で熊野古道を経由する道中日記を収集している。日本各地の図書館や公文書館で所蔵する資料を 写真撮影したものを中心に2008年時点で243点を収集しており、データベース化を進めている。なお、道中日記の中には、実際に筆者が訪問していない場所別の案内機から丸写ししているものもあり、資料批判が必要である。熊野古道センターは、熊野古道に関して予備知識を持っていない人から、すでに訪問経験のある人まであらゆる人の利用に、 対応している。周辺に、三重県道778号中、伊浦区汽船が通り、最寄りの駅は、JR 規制本線、大曽根浦駅三重県立の施設であるが、日常的な管理運営は指定管理者である特定、非営利活動法人熊野古道自然、歴史、文化ネットワークが行っている。同団体は、熊野古道が世界遺産に登録される以前から、 熊野古道の保存や研究に関わってきた個人や団体で結成された。理事長は花尻るで、理事は熊野古道の専門家12人で構成する。NPO 設立の契機となったのは、熊野古道センターが指定管理者制度を導入し、管理者を公募することが発表されたことである。長年、熊野古道の保存に関わってきた花尻るが、 熊野古道に関わってきた人々に呼びかけて2006年3月1日に NPO を立ち上げた。NPO 設立後はシンポジウムの開催や古代米裁判などのイベントを開催して熊野古道センターの運営ができるよう準備を進め2006年10月に正式に指定管理者に選ばれた。ありがとうございます。